俺は非正規労働が嫌で嫌で仕方がないです。生活保護にしがみつき、働かない社会人として日本社会をしゃぶり尽くす魂胆で言います。 もしあの、こういう生き方を肯定してほしいんだったら、ひろゆきに相談するべきです。ひろゆきだったら生活保護を使ってっていうふうに言ってくれるでしょうから、彼の方がね、多分その考え方に優しいんですけど、僕は厳しいです。<laughs> お前何,何のため生きてんだよって正直思いますからですね。<laughs> 制度を悪用するというふうに自分で書いてるわけですから、まあそういう自覚があるわけですね。つまりあの、僕らがふあの働いて納税してるお金で食おうという自覚があるんですから、あの、それはですね、人に相談すべきじゃないんですよ。よ しがみつきさん、20代男性。俺は非正規労働が嫌で嫌で仕方がないです。正社員になったことがあるけど、容量が良くなかったので、うまくやっていけませんでした。社員雇用もよっぽどない社会情勢で実家から出ることもできず、鹿木講師という職で再起をと考えているんですが、どうやったって自分の無能さや社会情勢に上がらうのは策としてよろしくない。まあなんか、まあ、言ってることはわかります。あの、ちょっと熟語多いなという感じですね。 えー、よって生活保護を活用して親元から離れ、プログラミングで自営業者としてちまちまと活動するか、もうダメなら生活保護にしがみつき、働かない社会人として日本社会をしゃぶり尽くす魂胆で言います。 中略。中略って自分で書いてます。えー、大卒であるとか跳ね返せるだけの実績がありません。社員で雇われても無能だから窓際ということは見抜かれ、就活するだけ無駄でもあるわけです。今の社会で反旗を翻す意味も込めて、制度を悪用しながら働かない人生を構築する選択肢でした。この選択肢でしたっていう風なところで終わってるんで、質問が書いてないんだ。あの、相談という感じじゃないんですけども、あの、勝手に僕がまとめます。まず、 この人の過去は、大学卒業してないけども、まあ正社員になったことがある。いろいろ書いてないですけど、まとめるところなんですよ。大卒じゃないけど正社員になったことがあるよっていう過去がある。で、現在は実家暮らしで無職。で、ここからの希望は生活保護を使って、できれば独立っていうのは、まあまあこれです。で、僕は、あの、正直言います。あの、すいません。正直言いますけど、こういう言い方嫌いです。あの、嫌いなんですけども、 ただ僕にどう思われるか関係ないと思うんですよね。これは僕が嫌いだと思うだけでですね。 で、もしあの、こういう生き方を肯定してほしいんだったら、広域に相談するべきです。広域だったら、生活保護を使ってっていうふうに言ってくれるでしょうから、彼の方がね、多分その考え方に優しいんですけど、僕は厳しいです。<laughs> あお前何、何のため生きてんだよって、正直思いますからですね。で、制度を悪用するというふうに自分で書いてるわけですから、まあ、そういう自覚があるわけですね。つまり、あの、僕らがふ、あの、働いて納税してるお金で食おうという自覚があるんですから、 あの、それはですね、人に相談すべきじゃないんですよ。制度は悪用するというふうに自分で言ってるんですから。あの、それを人に相談すべきではなくてですね、自分の心の中で思ってればいいだけのことですね。なので、あの、ステッカー、あの、あげますからですね、送りますからですね、黙ってなさい。 そういうふうなことを考えるのは決して悪いことではないし、多分間違ってもない。僕は好きじゃないから、今きついことを言ったんだけど、間違ってないんですよ。間違ってないんですけども、あの、あまり人に褒められないのでですね、これ、口に貼って黙ってください。<laughs> そういうふうなことを考えているってことは、その方があなたにとって得です <laughs>。じゃあ今日一つ目の話ですね。あの、ギャンブルやってるやつに生活保護は無用っていう話をするね。まずアンケートからいこうか。ギャンブルに、 入り浸ってる人生活保護をもらいながらギャンブルに入り浸ってる人っていうのにはまあそんな生活保護をもらう必要はないっていう議論がありますこの分だけ聞いてどういうふうに思うのかっていうアンケートを出してください3択ですギャンブルに入り浸ってるやつには生活保護を払う必要はない1その通り払う必要がない2かもしれない、えー、いやいや全額払う必要はないかもしれないっていうやつ3いや違う ギャンブルに入り浸ってるやつでも生活保護費を全額払うべきだ。これでですね、ちょっとアンケートを取ってみたいと思います。では結果出してください。おー、面白いね。えー、ギャンブルでに入り浸ってるようなやつには生活保護を払う必要はない。これ、1のその通りが54%。2のかもしれないが25%ですね。両方と合わせて80%。パ、えー、男子うんちちびり率と同じだよね。<laughs> 今後、8の法則は男子うんちちびり率いいや違うが2割ぐらいだと。 ということであ締め切り早いよごめんねはい実はその,あのさっきの言論オーディションの話なんだけども昨日大阪でもやってきたんだよね、まあ、その中の一人にですね人種差別撤廃施策推進法案がですね廃案になりそうだと今国会で廃案の危機にあるということを訴えている在日韓国人のです、ね、2世の人がいたんだよねまあ在日韓国人2世の人でですねその人がですね人種差別在日韓国人に対する差別ヘイトスピーチとかそういうのがあるのでそれをですね まあ、禁止するような法案。そういう、えー、差別を禁止するような法案が今の国会でちょっと流れちゃいそうだというような話を僕に訴えかけたで僕の方はですね言論スターって言ってもですねそれを切り口にそういうことを訴えるんじゃなくてそれを切り口に自分はどんなふうにいろんな事象を語っていくのかっていうふうなことを考えてくれみたいなことを言ったんですよね。 実は、差別で問題があったら必ず差別する側って9割ぐらいで差別される側が1割ぐらいじゃん1割のダメなやつらを9割の優秀とも言わないけどその時たまたま立場が上なやつが差別するわけだよねということは差別する側には差別する側の得というのかなメリット例えば差別してたら安心するとかスッとするみたいなメリットがあるわけなんだよねじゃあそれに対して1割の人が訴えかける時に差別っていうのはいけないもんでしょうっていう訴えかけだったらそれはちょっと弱いよと。 9割の人がそれまでのメリットを捨ててまで差別をやめるような何か別の言い方みたいなものを 考えでそういうふうなことを助言してたんだけどもさっきのですねギャンブルやってるにに生活保護は無用という話に戻ります。稲葉さんっていう人の公式サイトからの引用なんですけども、まあ、稲葉さんという人は69年生まれの被爆2世ですねお父さんとかお母さんどっちかがまあ広島で被爆原爆を被爆を受けたりでその後、東大に入ったでその後、ホームレスとか派遣とかの生活向上を目指す運動をずっと続けてるというですねまあ基本的にですね 僕とかです、ね、皆さんのような8割うんこちびってるようなやつらよりはずっとずっと立派な人なんですよ。なので本来はこの岩本さんの言ってることを批判すべきではないとか軽々しく批判すべきではないだけども、えー、この人のです、ね、ブログがですね、まあ、面白いですあそうですもやいの人ですね、えー。自民党に根強い人権制限論があると。 でこれがまあ今日の議題だ。自民党の生活保護に関するプロジェクトチームの座長の世耕さんという議員がです、ねえー、生活保護の見直しに反対する人の底辺にある考え方は、まあ、生活保護というのを見直したいとでもそれに反対する人がいるとその人たちの底辺にある考え方はフルスペックの人権つまり人権のすべてを認めてほしいというものだと生活保護を受給してもパチンコをやったりお酒を頻繁に飲みに行くことは個人の自由だとそういう人たちは言うと。 しかし我々政府の議員は税金で全額支給を見てもらってる以上憲法の権利を保障した上で一定の行動の制限があっても仕方がないと考えるこの底辺の考え方の違いがあるというようなことを言ってるんだよねつまり、えー、生活保護で支給を受けてんだったら別にその金でパチンコ行こうが酒飲もうが自由じゃないかというのに対して何か行動の枠でもいいし何かをけたいという考え方があるとでそこで議論があるというようなことに稲葉さんはですねすごい反論してると。 さっきまでの僕らが取ったアンケートでは8割ぐらいの人が多分今のこの稲葉議員の考え方に近いと思うんだよね。でこれをですね、利用者バッシングだというふうに稲葉さんは言ってると制度利用者のモラルの問題を言い立てることで制度自体の縮小を画策するという政治的手法というふうに言っててですね2年前の麻生副総理がですね言ったのが糖尿病の患者に関してこんな発言してると。 食いたいだけ食って飲みたいだけ飲んで糖尿病になって病院に入るやつの医療費は俺たちが払ってるんだからこれ公平じゃないとこいつが将来病気になったら医療費を払うのかというと無償に腹が立つ時があるというふうに麻生副総理は言ったそうです。でこれをを稲葉さんはです、ね、糖尿病患者への偏見を悪用して、 利用者へのモラルハザードを焦点化することで、利用者のモラルハザード、つまり糖尿病患者のそれは自分自身の生活のモラルが下がってるからなんだっていうモラルが低下しているというふうなことに焦点を当てることによって医療費全体の抑制へと社会保障政策へ舵を切ろうとしてると生活保護バッシングと同様に制度利用者を叩くことで制度自体を利用しようとしているというのが稲葉さんの主張だ。でまあこれをですね えー、さらに稲葉さんはですねロ、えー、を続けてて、えー、3年前に「報道ステーション」に出演した石原議員ですね何を言ったのかというと一と言だけ言わせていただくと私はね尊厳死教会に入ろうと思うんです尊厳死教会にやっぱりねターミナルケアつまり死ぬ時にどういうふうにするのか日本だけです私は誤解を招いたんですねこの発言で私はやっぱり生きる尊厳そういうものをですね一体どこに置くのかそういうことも考えていくそこにいろいろな答えがあるのではないでしょうかというふうに言って個人的意見だというふうに言ったんだけども その直前には公営住宅を活用することで生活保護費を8,000億円減らせるという話をしているということで、えー、石原議員がですね生活保護費そういうふうなものを削減しようとして老人医療を削減しようとして尊厳誌協会であるとかもしくはよりよく生きるためには 死ぬっていうふなななここととと。を決定させることもありなんじゃいいかといつまでもいつまでも医療費をかけるばっかりで寿命を延ばしてばっかりっていうのは間違ってんじゃないのかっていうふうなことを言おうとしていることは明らかだというふうに稲葉さんは結論しました。ということでですね稲葉さんはですねこのあと TPP の交渉に正式参加したので。 このま,までは、日本はアメリカ型の医療制度になってしまうのでそれは何かというと民間の高額な医療保険に加入しなければ病気になることもできない健康が自己責任ということになってしまうというふうに稲葉さんは発言しましたここまでの発言をちょっと長くなったのでギュッとまとめますまとめると「世耕議員」っていうのがいましたでこの世耕議員っていうのが最近の発言で生活保護を受けているのにギャンブルやってるやつがいるぞ で国民の自由いいう言い方も変なんだよね。この場合何て言えばいいんだろうね、えー、と人権っていうのを本当に全部保障すべきであろう,あろうかどうかというようなことを世耕議員が言ったとでそれに対する稲葉さんのずっと社会運動をやってる稲葉さんの主張は「ちょっと待てよ」とそれ言い出したら危険だよと確かに生活保護を受けてギャンブルやってるやつがいるって言ったらみんな反感持ちやすいんだけども。 そこのとここととにに焦点を開けて、人権制限論を言ったら、いことになるよ。どんなふうにやばいことになるのかというと証拠1麻生副総理かつてこんなことを言った自分のせいで糖尿病になってるやつらのためになんで国家は医療費払わなきゃいけないんだっていうことが証拠1証拠2石原議員がこう言ったよと尊厳死という選択があるじゃんかとなんでいつまで,でも老人化さなきゃいけないんだというようなことが言ったとで結論 TPP の議論に日本参加するんこれから日本ってアメリカ型の 医療にななるんじゃないの健康が自己責任になって結局自分の責任でアル中になったり自分の責任で糖尿病になったようなやつらっていうのにんな面倒を見なくてもいいじゃないかというような形になるんじゃないのかということを言ってるとで大枠で言ってるのは生活保護者へのバッシングだよね。生活保護を受けていてその金でギャンブルやってる人たちをバッシングすることは我々自身の普通の人間の首を絞めますよというアピールをしていると。 でまあ、あの稲葉さんはです、ね、さっきも話したようにあの僕たちみたいに8割うんこ漏らしてるような男たちに比べれば、まあ、立派な人なんだけどもなんかね政治家を批判する時は政治家と同じような手法を使うよなと思ったんだよ <laughs> つまりそういう証拠を並べて別に相手が言ってないことを明らかであるっていうアピールをするっていうなんかねあの政治家とかですね小汚いマスコミと同じような <laughs>。 <laughs> 主張のなんか組み立て方をするのでなんかねそこはちょっと引っかかったんだけどもでもこれを、まあ、手法と割り切れれば発言の正当性も分かりやすいあのつまりある政治家がこんなこと言ったこんなこと言ったこんなこと言っただからあの政府自民党はもしくは日本国は弱者キり捨ての方向へ向かってるっていうようなことを言いたくて、まあ、今のような議論の組み立てをするわけだよね。 議議員は議員はで、ひょっとしたらそういう思惑があったかもわかんないけども本当に自分の気持ちとしてだろうな生活保護って本来そんなもんじゃないでしょうという気持ちでやったのかもわからないそれは僕らにはわかんないんだなので僕らはこの生活保護の議論にあんまり乗らなくてもいいんだけども俺はあのメディアリテラシーってこういうもんだと思うんだよね。 メディアリテラシーっていうのは、仕掛けをどれぐらい知ってるかとかさメディアの中で例えばネットとかそういうふうな裏情報に通じてるからだから俺は違うっていうふうに知ってるんじゃなくてあることを主張する人たちっていうのは結論ありきで立論をするから自分たちに有利な証言や証拠をバーっと持ってきて差もありそうな感じで組み立てるじゃん。なのでそこんところはさっぴいてそれはもう石原議員の発言であろうと麻生さんの発言であろうと稲葉さんの発言であろうと ちょいとさっぴりて考えた方がいいよっていうふうに僕は思いました。で、最初に言ったですね、えー、言論スターで出てきたですね、在日韓国人の活動家にはこのね、なんかこうしたたかさがないよなというふうに思ったんだよね。他人の発言を利用して自分の有利なようにどう組み立てるのかだよね。僕らはそれを受益者として受ける側だから、あんまりそういう操作されたらかなわないんだけども。 出る側だっていう,ふうに自分のことを考えるんだったらいかに自分の利益になるように相手の発言の上げ足取ったりなんかこう証拠を並べていってさもそれが立証できるようにするというようなしたたかさもなんか本当はねちょっと必要なんだなと思いました。でテレビに出る人間メディアに出る人間ものを書く人間っていうのは大体いいそういうしたたかさっていうのを持ってるっていうのを分かっておいてもらうのが僕はメディアリテラシーの基礎だというふうに思いますということですね。 ささてさて、受給額というかねあの例えばそれをチケット化してさ年金あの生活保護のチケット化してでそれを食料のクーポンしか使えないとかさあとは家賃とかそういうのものに使えないとかいろんな、ね、やり方あると思うよ。でもそういうふうな仕組みを多くすればするほどそれによって不当な利益を得ようとする人がいるから俺は現金で渡すのが一番いいと思う。でそそのの結果、その人がギャンブルにに使おうが酒に使おおうう酒 構わなななないいいんじゃないかなっていうのの、まあ、正直な僕の感想だよね。それの使い方までを制限しちゃうとシステムが複雑になって結局酒で身を持ち崩す人よりもそれを利用して利益を得て迷惑を受ける人の数の方が多くなっちゃうというのがこう俺の直感的な考えなのでできるだけこういう税制とか生活保護っていうのはシンプルにシンプルにシンプルにするのがいいと思います。 マリオのゲームオーバーみたいなものでああ終わっちゃったーっていう感じに近いと思うんですよね。